現在、世間ではロシアのウクライナ侵攻の話題で、持ちきりとなっております。しかしそんな中ひっそりと、ひろゆき様がレスバトルで完全敗北を喫していました。こちらをご覧ください。ひろゆき、1994年、アメリカ、ロシア、イギリスが、ウクライナの安全を保障したので、ウクライナは核を放棄。ロシアの侵攻に対して、イギリス、アメリカがウクライナのために何をしてるか、を見ると、日本に核はいらない、の説得力のなさがわかりやすい。世界最貧国の一つ、北朝鮮は核があったので攻撃されなかった。これに対して、軍事関係に詳しい JSF 様が反論しています。まず前提が間違い、ウクライナに残っていた ICBM 用の MIRV など独力での維持などできるはずもなかった。ウクライナの核放棄は規定路線で、もし拒んでいたら国家体制は崩壊していた。ウクライナは核保有国ではない、ただソ連の核が残機されていたに過ぎない。北朝鮮が10年で開発できたものがウクライナができないと決めつける根拠があれば教えてください。まず10年というのが間違い、お話にならない。もうこの流れ、何回見たかわかりません。さらにこれだけではなく、ひろゆき様は桃田直樹様に絡んで、ひっそりと自爆しています。桃田直樹、トランプがアメリカ大統領の座を降りてから、ロシアと中国は好き勝手に振る舞い出した。北朝鮮も再びミサイルを撃ち出した。アフガニスタンも無茶苦茶になった。トランプ敗北との因果関係はない？私にはそうは思えない。ひろゆき、ロシアがクリミアを併合して、トランプ大統領が放置してた事実を知らないんですか？ちなみにクリミア併合は2014年です。オバマ政権は2009年から2017年までなので、オバマ政権時の出来事です。まあこれに関してはね、私は間違い自体を責める気はないんですよ。こういう出来事が何年に起きたかなんて、いちいち覚えてませんからね。ちょっと間違うことなんて、誰でもあり得ることです。だからそこは別にいいと思うんですよ。しかしひろゆき様は、トランプ大統領が放置していた事実を、知らないんですか？とめちゃめちゃ煽っています。これだけ煽っといて、それが間違いでしたとなれば、もう本当に恥ずかしいです。っていうか冷静に議論すればいいじゃないですか。それで間違ってました。ごめんなさい。って言えばみんな許してくれますよ。なんでこんな煽るんでしょうかね。ひろゆき様は、彼は生まれつき闘争本能が強いのでしょうか。生物が持つ闘争本能を抑えることができず、レスバトルという手段で発散しているのかもしれません。ひろゆき様の言動を見ていると、議論をしていろいろな意見を取り入れたいというよりは、相手を煽ってレスバトルをして、マウントを取りに行くことが多いように見えます。JSF 様との件にしたって、JSF 様が軍事関係に詳しいのは明らかです。軍事関係の知識でマウントを取って、レスバトルを挑んでも、全く勝ち目がないことは誰の目にも明らかです。普通の人は多分しません。私もしませんよ。でもひろゆき様は、なぜか言っちゃうんですよね。レスバしちゃうんですよね。ひろゆき様を救いたいと思いつつも、毎回自爆するのを眺めていることしかできない。そんな自分が無力でなりません。ただひろゆき様はレスバトルで完敗しても、基本的には決して負けを認めませんし、そのことを積極的に発信もしません。そしてまた同じようなことを繰り返すのです。彼の目的は一体何なのでしょうか。もしかしたらレスバトルすること自体が目的なのでは、そう思えてきます。誰かひろゆきガチ勢の視聴者兄貴がいましたら、ぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。